皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もピコピコメーカー EX ワイドで遊んできます。さあ今回は水菜さんですね、ガッセージ作ってくださいました。第1弾ですね、ありがとうございます。さあこちらはトゲトゲが動くんですかね。おお、最後だけ動いてる。よしちょっと待って、え、あーちょっと待ってくださいね。口語を私マスターしたって今言いそうになって言わなくてよかったですね。ほう、よし、なるほどですね。一回手離してから行ったらジャンプできるんですよね。押し続けると一回ジャンプした後こうやってちょい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 ってやるんですよね。おっと、あーでも案外難しいですね。じゃあ斜めに行きながらピョンって行ったらいいんですね。じゃあこれも向こうに行った時にピョンって行けば、お、タイミングが分かれば行けますね。一回落ちてこうやってピョンって行って、うわ、最後の最後で、まあでも行き方分かれば結構行けますよね。やっぱ慣れ大事です。うわ、やだ、もうなんかアーマーつけたい昔の中世の騎士みたいに鎧をまとってですね行きたいですけど、まあ多分鎧まとったら重すぎてあれですよね、ジャンプできなくなって積んでしまうっていう感じだと思いますけど。お、最後はどうすれば、お、こうやっていきますね。 OK です、クレタしました、ありがとうございます。いや、いいですね、なんかいいですよね、こういう2つだけのものを使ってクリアするっていうのも、ステージ作るっていうのも面白いですね。さあではですね、今回の動画以上させていただきます。こちら動画の説明欄にリンクを貼りしてますので、よかったらお遊びください。あ、でステージ作ってくださった方、なんかリンク行ってもステージないっていう方もいらっしゃいますので、作っていただいたら他のステージはですね別の欄で作ってくださいませ、お願いいたします。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。